こんにちは。今日は高島ちぢみの新柄を見つけましたので、こちらの生地を使って捨ててこを作っていきます。こちらはプリントの生地なんですが、このプリントが刺繍をしているようなお花のプリントになっていて、とても綺麗な生地です。前回は高島ちぢみの無地の生地を使ってブラウスを作っていますが、そちらと比べるとシボの溝が浅めの扱いやすい素材になっています。楽天などで販売されていますので、よかったら、気になる方はよかったら見てみてください。試しにグレーとピンクを購入しましたが、クリーム色と水色もあって、同じように薄い色調の4色展開になっています。私はお花柄を買いましたが、リーフ柄もありました。気になる方は見てみてください。こちらが製図になります。難しいところはないと思うんですが、このカーブを描くときは、この角から13センチ上のこの位置ぐらいからなだらかにカーブを描いてください。こちらもこの角から13センチ上、このあたりからカーブを描いてください。こちらはこの角から18センチ下あたりのところに点を引き、こことここの角を自然なカーブで描いてください。こちらもここからここは18センチです。なだらかにカーブを描いてください。ポケットも縫い代なしでこのサイズで取ってください。このまま四角くてもいいですし、この角を丸くする場合はこの角から1センチのところに点を引き、このカーブを描いてください。こちらも同じようにカーブを同じように取ってください。サイズは M から L ぐらいのサイズの方が着ていただけるようなサイズになっています。LL サイズやそれ以上のサイズにされたい方の場されたい方は、こちらの横幅のサイズを変えていってください。 LL サイズにされたい方はこちらをプラス1センチプラス1センチ1センチにしてください。この一番幅のあるところを31センチ、こちらも幅のあるところを37センチ、前と後ろ身ごろそれぞれ2枚ありますので、4枚合わせた時にプラス4センチになっていますので、1周でプラス4センチでワンサイズ上げることができます。それ以上にされたい方はこの身幅の部分を広く取ってください。またぐりの部分は同じサイズで大丈夫だと思います。折り伏せ縫いをする場合の縫い代の付け方を図にしてみました。この製図はこちらのサイド、またぐり、また下、すべてを折り伏せ縫いにする場合の製図ですので、今回の場合はこちらを1センチ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 にしてください。この上下は1センチと3センチそのままでいいです。このまたぐりとまた下のところは折り伏せ縫いしていきますので、このように縫い代をつけていってください。こちらを製図通りにカットしてきました。
ポケット1枚と前身ごろ2枚、後ろ身ごろ2枚です。ポケットはこの周りをジグザグミシンをかけて、ポケットの入れ口を三つ折りにしています。そしてこちらを出来上がり線に沿ってアイロンをかけていってください。で、アイロンをかけたものを後ろ身ごろの右側につけていきます。右側の上から12センチ、端から7センチのあたりにポケットをつけていきます。こちらを一周ぐるっと縫っていきます。ポケットの入れ口は負荷がかかるので、少し横に返し縫いをすると強度が上がります。ポケットを縫い付けてきました。こちらを一周ぐるっと縫っていますが、3針程度ほどこちらを横に返し縫いしています。次に前身ごろと後ろ身ごろを中表に合わせます。一組ずつ中表に合わせて、またぐりのない直線になっている方を合わせていきます。こちらを縫い代1センチで縫っていきます。今回はサイドにスリットを入れていきますので、布端から10センチのあたりを縫い止まりにします。裾から10センチ開けて、ウエストの一番上まで縫っていきます。こちらのウエストの部分は1センチ縫って 2.5 センチ開けて、裾の開き止まりまで縫ってください。こちらは高島縮みですので、ジグザグミシンをせずに縫い代1センチの端をこのように折って、端にミシンをかけています。こちらの端もこのようにミシンをかけて、両端を2つ折りにしてミシンをかけています。出来上がりはこのような形になっています。サイドを縫って、こちらに返し縫いをしています。次に股下を折り返し縫いで縫っていきます。前身ごろを下に置いて、後ろ身ごろを上にしています。縫い代を後ろに倒すので、前身ごろが下です。そしてこちらを 0.56 ミリずらして、このように前身ごろの方を折っていきます。そしてこちらの布端ギリギリを縫っていきます。2本とも同じように前身ごろが下になるように置いて、このように縫っていってください。このように布端が少し外れてもいいので、布端ギリギリを縫っていきます。次にこちらを開いていきます。こちらを開いて、また上の方が縫いやすいので、こちらを後ろ身ごろの方に倒していきます。そ
そしてこちらの布端を縫っていきます。下の布を一緒に縫わないようにこのように手繰り寄せながらこちらを縫っていきます。縫い上がりはこのような折り伏せ縫いになります。次にまたぐりを縫っていきますので、ポケットをつけた右側になる方を表に返します。こちらを表に返したらもう一方の方に入れていきます。左身ごろを上に、右身ごろを下に合わせていきます。そして、こちらを6ミリほどずらして下にある方を上に折っていきます。で、先ほどと同じようにこちらの布端を縫っていきます。またぐりをぐるっと一周縫ってください。こちらのまたぐりの縫い合わせがしっかり合うようにこちらを合わせてから布端を合わせていってください。このように折り返し縫いのために布端を縫ってきました。次にこちらを広げてこの縫い代を左側に倒していきます。左に倒して布端をぐるっとまたぐりを一周縫っていきます。またぐりが縫えましたら裾を縫っていきます。裾は 1.5、1.5 の三つ折りにしていきます。このように三つ折りにしていきます。裾が縫えたらウエストのベルトの部分を縫っていきます。ウエストは1センチ縫って 2.5 センチ折っていきます。こちらの布端をぐるっと縫っておきます。ゴムを入れてきました。これで出来上がりです。部屋着なのでウエストのゴムはだいぶゆったりめに入れています。